はい、ユーグッドです。今回はファイナルカットで矢印ですね、の作り方を紹介していきます。これ結構意外に使えれるんですけれども、普通に、例えば矢印を作ります。次、まあ、普通に矢印と打ったこの記号ですね。こちらを大きくするとなると、まあ、こういうふうになりますね。で、長くする。X の値を長くする。Y を長くする。まあ、こういった調整でやっていくんですけれども、まあ、非常に効率が悪いって感じですね。こんなふうに、例えば横長に収束すると、この先のや三角のとこだけ伸びきってしまうっていうふうになってしまいます。なので、このアスペクト比を変えないまま、きれいな矢印を作っていく方法として、まず、まあ、フォントをですね、平仮名の、フォントを平仮名の丸5を使います。平仮名丸5を使います。で、四角と打ちます。すると、この四角の記号が出ますね。で、これを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。まあ、いっぱい作ります。で、三角。で、この記号にします。そして、これを、文字間隔を狭めていくと、綺麗な三角形になっていきます。横が足りないなというときは、この四角をコピーして、ペーストをしていけば、この先の三角のアスペクトは変わらないまま、綺麗な矢印を作ることができます。で、もちろん色も変更できますね。このようになります。今日は簡単ではありますが、このような矢印の作り方ができます。今回は以上です。ありがとうございました。